ミヨは、フランス、奥下にいい地域圏、アベロン圏のコミューン。かつての州である、ルエルグに属し、古くからの住民は、オック語の方言ルエルが語を話す。中央高地の南部に位置する。ミヨ市街は、標高およそ340メートルのタルヌ川とドゥルビ、川の合流地点にある。ミヨの歴史はおよそ3000年前に始まったと、見られている。 タルヌ川砂岩の中石平野に、コンダトマグスというガリア語の地名があった。この町は、陶器製造で重要な土地で、ローマ帝国中に製品が輸出されていた。2世紀半ばから、他都市との陶器製造の競合で、経済が衰退していった。4世紀から5世紀の民族移動時代に蛮族が、タルヌ川流域に侵攻し、彼らが定着して、町の名は、 アミリアブームに変わった。その後、アミリウミリウアンルアルバ、そしてフランス語のミヨウとなった。ミヨウ旧市街にある、フランス語とオック語方言、ルエルガ語の地名表記9世紀のミヨウには、ビゲリーが置かれた。そして町は、壁で覆われた。10世紀から11世紀、ミヨウ死者区領となった。11世紀以後、ミヨウは、プロヴァンス伯領に属した。 1112年に、ミオ施策及び、プロヴァンス伯領継承者デュースが、バルセロナ伯ラモンバランゲー3世と結婚したため、以後バルセロナ伯領となった。1187年、アラゴン王アルフォンソ2世はミオに紋章を授け、住民の代表であるコンシュラが自治を行える特権も与えた。コンシュラは、税の徴収と裁判を行う責任を負った。 1271年、ミヨはフランス王国へ併合された。百年戦争中の1361年、ミヨはイングランド軍に占領された。15世紀の和平でフランスに復帰後、ミヨ経済に新たな弾みがついた。市場長として16世紀のミヨ経済は躍進した。16世紀半ばにはミヨに、 宗教改革の波が押し寄せ、柴叩く間にミオは、ユグノーの強力な中心となった。この間100年間、ミオは、政治的にも、経済的にもユグノーが支配した。なんとの直令が交付されると、ユグノーの多くが国外へ逃れていった。夜のミオ市街とオ央高架橋を18世紀、ミオの戦産業は1750年以降に、 性格産業へと転換された。19世紀は手袋製造の近代化、都市の拡大を見た。1835年から1837年の間、数多くの都市の美化事業が行われた。1929年の世界大恐慌は、未央に深刻な階級対立をもたらした。1934年12月24日、 町は低賃金で働く労働者たちのゼネラルストライキで機能が麻痺した。1999年8月、アメリカ合衆国が羊の生乳でできたロックフォールチーズを含む多様なフランス産加工食品に制裁の課税を決めたことに抗議するため、農民同盟の活動家や農民を含む一団が未用に建設中のマクドナルド店舗を破壊した。 ありがとうございます。